隊長、もう少しで到着です。敵はあの建物の先です。待ってろよ、ボコボコにしてやるぞ。まずは状況を把握するぞ。早まって攻撃するなよ。おい、早く傭兵どもの居場所を教えろ。さもなくばお前たちを皆殺しにするぞ。おい、呼んだか。狙いは我々でしょう。お前たちは何者だ。ふん、ようやく姿を現したか。我々を尾行していたな。目的は何だ。今から死ぬんだ。理由なんてどうでもいいだろう。やっぱりこうなりますか。よほど我々が邪魔なようですね。バカな奴らだ。顔しなければ死ぬこともなかったろうに。バカはお前だぞ。返り討ちにしてやる。相手の力量もわからんとは算しただな。今なら許してやるぞ。そ、完全に舐めてるな。お前たち、この饅頭どもの息の根を止めるぞ。隊長、攻撃してきますよ。ゆっくり傭兵団の力を見せつけてやりましょう。行くぞ。今回は漁師の方が3人援軍に入ってくれてるぞ。これはありがたいですね。味方は13人、敵は11人で数はこちらが優勢ですね。ただ敵はかなり強そうだぞ。まずはタンク役を前線に配置し敵を引っつけるぞ。その後いつも通りカッコ撃破していく。ラガー、霊夢、敵の攻撃が来るぞ。グッグハー、攻撃力の射撃を2連発してきましたね。まずいです。体力をかなり削られてしまいました。こいつら戦闘経験豊富な手だれだな。気を緩めるとやられるぞ。すぐに霊夢さんの援護をします。おら、くらえ。大回転なのに。くらんよ、ナイス攻撃だ。4人に攻撃がヒットしましたよ。それにしても硬いな。あまりダメージが出ないぞ。装備品はこちらより優れていますからね。面倒な奴らですね。隊長、援軍の漁師が倒されました。これで漁師の方は2人死んだぞ。この敵相手に損害ゼロは無理か。残念ですがやむを得ませんよ。敵は残り5人です。これ以上損害が大きくならないうちに倒しましょう。最後の1人だぞ。私に任せろ。お見事、素晴らしいヘッドショットでした。ふう、なんとか撃退できたな。手伝ってくれてありがとう。あいつら何者なんだ。どう見てもアウトローじゃないよな。それが全くわからないんです。とある事件を調査していたら、突然狙われるようになったんだ。なるほど、暴かれては困る秘密があるようだな。隊長、ブドウ園が枯れた原因はわかったので報告しに行きましょう。そうだな。では気をつけるんだぞ。それじゃあな、またお会いしましょう。出発する前にキャンプで休息するか。先ほどの戦いでかなり疲労が溜まっていますね。食事して寝るぞ。次の予定だが、一度ケルトレンに戻るつもりだ。何か用事でもありましたかね。所持重量がそろそろ厳しいのでポニーを一頭購入するぞ。それと、傭兵組織コンパニオンの依頼も終わらせないとな。なるほど、そういうことですか。今なら盗賊団の数も少なくなってるかもな。まあ、厳しいようなら放棄するがな。それでは食事を済ませましょう。うん、このポニーちゃんにするぞ。やっと決まったか。どのポニーにするかで悩みすぎですよ。仕方ないだろう、どれも可愛いんだから。まあ3頭しかいませんでしたけどね。よっしゃ、このポニーちゃん購入だ。早速名前をつけてあげましょう。3頭目はローチと命名する。お、いい名前じゃん。わさし、卵の次はローチですか。視聴者様、ポニーのお名前ありがとうございました。よし、次は盗賊団のアジトに向かうぞ。さて、敵の数はどうなっていますかね。お、少なくなってるぞ。これならいけそうだな。他の傭兵団が頑張ってくれたようですね。ゆっくり傭兵団も来てしまったか。あれ、もう一組傭兵団がいましたよね。やはは、逃げたのかな。あいつらなら我々で始末したぞ。え、この任務の報酬は一つの傭兵団しかもらえない。邪魔な傭兵団には消えてもらう。貴様、なんてやつだ。報酬欲しさに裏切ったんですね。貴様らもここで死んでもらうぞ。覚悟するんだな。おい、残っている盗賊ども、命が惜しかったら協力しろ。お前、盗賊を味方にするつもりか。ふん、勝つための策略だ。よし、攻撃開始だ。隊長、盗賊がこちらに味方しました。6人味方したのでこちらは16人だぞ。これはこちらが圧倒的に有利ですね。
ふふ、盗賊どもを盾にして最小限の被害で勝つぞ。我ながら完璧な策略だな。とんでもない策略ですね。盗賊使い捨てできた。やはは、ボコボコにするぞ。無事干渉しましたね。余裕すぎたな。人数差が大きかったからな。隊長、何人か盗賊の生き残りがいますがどうしますか。討伐対象ではありますが、こちらに協力してくれた借りはありますよ。3人だけか、それなら解放するぞ。盗賊団は壊滅しているので依頼は完了してるしな。これ以上の殺傷はやめましょう。お前たちも悪さはするんじゃないぞ。それではマンハイムの町に戻って報告するぞ。あじゃあ。ということで、マンハイムの酒場まで戻ってきましたね。報告するぞ。お、お待ちしておりましたよ。おい、複数の傭兵団に依頼してるとか聞いてなかったぞ。傭兵団で同士討ちになりましたよ。申し訳ありません。それも今回の依頼内容の一つなんです。報酬は優秀な傭兵団にしか与えないよう指示されてまして。なるほど。それも含めての評価だったのか。ややこしい依頼ですね。それではこのレシピを受け取ってください。力とクリティカル率が上昇する装備品ですね。へぇ、すごいな。ただ、見慣れない素材が必要ですね。ホワイトレザーですね。白い霧の中に潜む化け物から取れますよ。白い霧って、移動している時にごく稀に見る霧か。そうです。ただ強敵なので気をつけた方がいいですよ。余裕があれば挑んでみましょう。さて、次はどうしましょうか。武道園の件を進めたいが、残念ながら資金が底をついた。うわぁ、残り71クラウンか。次も給料払えないですね。仕方ない、依頼とアウトロー狩りをしてお金を稼ぐか。資金がないと傭兵団として活動できないですからね。よっしゃ、働くぞ。こらー、ひったけー。お前たちの命は我々のものだ。やはは、一人100クラウンで売り払うぞ。アウトローよりアウトローで草。隊長、あくまでも治安維持の一環ですからね。バカ野郎、世の中金なんだよ。そうだぞ、こっちが本領だぞ。ぐへへ、依頼の報酬と合わせると1000クラウンはもらえるな。もっとアウトローを売りさばくぞ。いや、そろそろ武道園事件を進めましょう。金儲けしている場合じゃないですよ。ち、お堅い二人だな。そんなんだからハゲるんだぞ。めちゃくちゃ言われててわろた。仕方ない、町に戻って準備が終わったら向かうか。そうしてください。武道園の件ですが、結局正体不明の連中が何者かわからないですね。なかなか生け捕りにできないしな。まあ、捕まえても簡単には白状しないだろうがな。むしろお金をもらっているだけで、黒幕を知らない可能性もありますよ。隊長、目的地に到着しますよ。まずは報告するぞ。おい、報告に来たぞ。お、お疲れ様です。どうでしたか？どうやら、あの変な植物がブドウが枯れた原因だったようだ。アーテス地方にのみ生息している雑草で、付近の植物を枯らすようです。なるほど。やはり意図的にブドウ園を壊滅させるのが目的だったのですね。おそらく他のブドウ園にもこの雑草が生えているだろう。ただ、犯人は未だ不明です。私たちだけでは手に負えない事態になっていますね。今から領主のマンハイム様のお城に行ってきます。これまでの経緯は説明しておくので、皆様も後ほどお城に来てくれませんか。わかった、そうしよう。これでマンハイム城に近づくことができますね。これは借りを作るチャンスだぞ。早速お城に向かいましょう。ということで、お城に到着しましたね。ローゼルのババアもいるな。領主と話してみましょう。ゆっくり傭兵団の諸君、ローゼルから詳しい話を聞かせてもらったよ。そなたたちの働きに心から感謝する。役に立ててよかったよ。それで今後どうするのでしょうか。犯人は不明だぞ。まずは被害を受けた武道園の対処から始めるつもりだ。そこで君たちにお願いしたいことがある。どんなことでしょうか。原因となっている雑草の駆除をやってくれないか。雑草を知ってる君たちが適任なんだ。任せてくれ。ここまで来たら最後までやり遂げますよ。除草剤のレシピを渡しておく。これで診療所の作業台で制作できるだろう。じゃあ町に戻る必要があるな。私は裏で動いている集団を調べておくよ。では、駆除ができたら報告に戻るとしよう。まずは除草剤を制作しますか。町にレッツゴーだ。隊長、除草剤の材料が確保できました。作業台で制作しましょう。ワインと塩と瓶だな。本当にこの材料で除草剤とか作れるのか。今回の雑草はこれで駆除できるようですよ。それでは制作を開始します。ひとまず3個完成しました。
今回助走する場所は3カ所なので十分だろう。確かこの3カ所のブドウ園ですよね。よっしゃ、それじゃあ脱走を駆除しに行くぞ。まずは地図右下の場所から始めるか。1カ所目のブドウ園に到着しましたね。脱走を探すぞ。ん？あれじゃないか。間違いないですよ。あの雑草がこの広いブドウ園を枯らしたとなると、とんでもない生命力がありますね。恐ろしい雑草だな。一刻も早く根絶やしにしましょう。それじゃあ除草剤を撒くぞ。おいお前たち、何をしている？警備兵か、これはやばい、全力で逃げるぞ。隊長、逃げる必要あるんですか？事情を説明すればいいじゃんか。あの状況だと信じてもらえず戦闘になる可能性がありますよ。その通りだ。無駄な流血を避けるために逃げるのが一番だぞ。そういうことか。さすが隊長ですね。ふう、ここまで来れば大丈夫だろう。危なかったですね。まず一箇所目は完了しましたよ。それじゃあ次行くぞ。よし、これで最後だな。逃げろー。ふん、所詮は農民の警備兵だな。鍛えられた我々なら余裕で逃げられるぞ。隊長、これで除草作業は終わったので報告に戻りましょう。マンハイム卿が何か手がかりを見つけていたらいいですね。今のところ犯人の情報ないしな。そうだな。といったところで、今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。